私たちはサイクルの中で生きています。何かを始めると、いつかは終わりを迎えます。そして、それが終わったら、また新たな始まりがあります。もし私たちが、人生が、終わりと始まりの連続であることを意識していれば、もっと今を大切にし、この時間を楽しむことを学ぶはずです。人生のサイクルは自然のサイクルに似ています。多くの人が一つの目標や出来事が終わるのを待っている間にサンドイッチの真ん中の部分を、つまり最も大切な部分を見落としてしまっています。あなたは創造のプロセスを楽しむことで人生のプロセスをより実感できるようになります。常に未来ばかりに目を向けていると、今この瞬間を見逃してしまいます。皮肉なことに、創造の種は今この瞬間に存在しています。地球上での人生は、物質的な手段を通じて未来に投資し、目標を設定し、計画を立てることを常に求められます。それは、あなた方が物質的な宇宙に住んでいる以上、必要なことであり、重要なことです。しかし、あなたが計画を立てているとき、あなたの魂とのつながりも一緒に考えてください。つまり、毎日、自分の魂に耳を傾け、探求と計画のプロセスを楽しむということです。そして、想像や空想のエネルギーを楽しんでください。何か新しいことを始めるとき、それはいつか終わるでしょう。そして、何かが終わると、また新しい始まりがすぐそこに待っていることを知っていてください。あなたの想像の結果を楽しんでください。その瞬間と最終的な結果を心から喜んでください。自分自身やアイデアから形に作り上げたものを心から称賛してください。それは芸術作品の細かいニュアンスや細かい表現をじっくりと鑑賞するようなものです。大きく深呼吸をしながら、その瞬間を存分に楽しんでください。あなた自身の想像の結果を楽しんでください。エジプトにいた頃、私はよくピラミッドの美しさに見とれていました。それはこれまでに自分が成し遂げてきたこと、そして次の仕事の大きな可能性を見る助けとなるものでした。当時、私はリーダーとしてより望ましい結果を生み出すために人々を奮い立たせ、人々のインスピレーションを育てていく必要がありました。それはパワフルな時代でしたが、エジプトではよく私たちの威厳を思い起こさせるために先祖が作った広大な建物やピラミッドを鑑賞して時間を過ごしていました。そしてそれは私たちに創造の力を思い出させてくれました。多くの労働者たちは一つの部屋や壁に彫刻や絵を仕上げるのに数日、数ヶ月、数年を費やしました。彼らはより崇高なもののために、そして権限という栄光のために働いていたのです。そして、もしあなたがアセンションの旅に出るなら、自分の選択や行動、そして時間をより意識的にするために、マインドを活用する必要があります。ですから、自分のマインドがどこをさまよい、どこに向かっているのかを考えてみましょう。あなたの思考が5次元におけるあなたの存在の設計者であることを自分でコントロールしてください。
そして、もしあなたが、より積極的に、創造するプロセスに入れば、より平安を感じ、あなたは、アセンションへと向かうことができるでしょう。アセンションのプロセスとは、この人生という経験を、始まりと終わりのトレーニングとして理解することでもあります。そして、そう理解することで、あなたは、より高い次元で、あなたの旅を続けるための、アセンションのプロセスを開始することになるのです。アセンションは、すべての魂の鍵です。しかし、あなた方は、自分自身のために、それを優先させてください。そして、そうすることで、あなた方は、日々、より平和を感じ始めることでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンでの応援よろしくお願いします。どうもありがとうございました。